はいどうも皆さんこんにちはこれから中小企業診断士試験令和元年度診断士一次試験科目解説動画経済学経済政策の第一回目講義を行っていきたいと思います担当はレクセン任講師の甲坂ですはいではですね、えー、まあ 令和元年ですすねね、まあ、年ですか、ねでえー、新田市の一次試験ということで、えー、一応、えー、今回1時間60分ですね、えー、1時間ということで、えーまあ、私の方からあの、まあ、全1回ですからね、まあ、この1回だけということになるんですが、えー、経済学経済政策に関して、えーまあ、2019年の、まあえー、令和元年ですかね令和元年の本試験問題をちょっと見ながらでまたあレックのですね、まあ、弊社のそのテキスト まあちょっとまあ見ながらですね、えー、振り返っていきたいなというふうに考えています。で、えー、ちょっと一回映しますがお手元にちょっとプレゼンターの方ですね、えー、こちらのまあ2020年度版とまあ2020年版の「フォーカス」とかっていう「フォーカステキスト」ですね、まあ、経済は経済政策なんですがちょっとこちらの方ですね、えー、を手元に用意しておいてください。で、えー、あとはまあ今年、まあ、今年という言い方をしてしまいますけどね2019年令和元年ですね 令和元年の経の、まあ、経済学経済政策なんでですすがあの試験問題ですねもうちょっと、えー、手元に用意できる方は用意しておいていただきたいと思います。で、えー、まずですね今年の試験、まあ、今年という言い方しますが令和元年ですね、えー、なんですが、えー、新し経済学経済政策は、えー、発表によれば合格者は3,241名ですかね、えー、3,241名。 ということで、えーまあ、大体合格率は26%前後かなと、まあ、要するに大体,大体4人に1人ぐらいですかね合格しているで実はこの3,000名前後の合格者が出ているというこの結果についてはここ数年結構変わってないんですね。で 経済学、経済政策に関して言うと、本当に何て言うんでしょう。まあ、ここ数年ですね。えー、ここ数年は、えー、ずっとこう、レベルも安定して、で、レベルが安定するということは、大体合格者数も安定してる。安定するっていうのは、要するに増減があまりないということですね。まあ、多少もちろんありますけれども、そんなにあの、増減目立って、例えば、えー、いきなりですね、合格者が500名とか、そんなことはまあ、ないですね。 やっぱりここ数年は経済学経済政策はその問題のレベルがまず安定してきているで結果として合格者の数うんあるいは合格率もそうかもしれませんがそういったものがこう全てこう安定してきているで、えー、診断士の試験、えー、新しい試験制度になってからもうだいぶ日が経つわけなんですがやっとここにきてですねここ数年来て要するに診断士の受験生のレベル うーんそういったものが多分教会のの方は分かかっっててきたんんじゃないのかないと思ってるんですねですから、えーまあ、教会の方としても、まあ、大体これぐらいのレベルにしておけば、まあ、合格者数が3,000名前後になるということがだだんそのレベル感が分かってきたんで、まあ、おそらくなんですけども、まあ、よほどの事情がない限り、えーまあ、こういった傾向ですねこういった傾向はずっと今後も続くんじゃないのかなと思います。 ただひょっとするとですね例えばちょっとやっぱり合格者の数が多すぎているなというふうにまあ判断すれば少しやっぱり難易度を上げるという可能性も,もちろんありますけどね、まあ、そういう可能性もあるんですが、まあ、おそらくこれから先の試験ですねうん、まあ、今年、まあ、令和元年ですね令和元年と同じぐらいのレベルの問題がやっぱり出題されてくるんじゃないのかなとは思ってます。はいで えっとです、ね、まあちょっとこ今年の、えー、令和元年ですね令和元年度の本試験問題をご覧になっていただきたいんですが、えー、ちょっと簡単に振り返っていただいて、えーまあ、第1問目ですね、まあ、問題の1番なんですがちょっと一回移しますが例年と、まあ、これは同じなんですけどね、えー、こういう折れ線グラフがある、まあ、問題の1番ですね、まあ、第1問目ということでえー 1> はいまあ、第1問目え問題の1番第1問目ということで折れ線グラフがあってでこれ何を表しているかというと、えー、政府の債務残高対 GDP 比というねやっぱり。 もう日本は借金が本当に増えてますんでね、まあ、この折れ線グラフのこの A は当然日本ですね選択肢を見るとまあ日本だというのはお分かりだと思うんですがあとは BCD とかっていう形で、えー、ごめんなさい B と C ですね、A A まあ b c ということで、えー、日本が入るのかアメリカが入るのかあるいはイタリアかまあそんなところですね日本アメリカイタリアなんていうことで ABC どれが入るんですかなんていう問題です。 でちょっとモニター切り替えちゃいますけどねこれは比較的正答率が高かったということで,で実はレックでは、えー、事前にこれ予想,予想してなかったんですけどね、えー、でもやっぱり正答率高かったですです、えー、ですからあのよく受験生からこういう自治、まあ、問題っていうんですかねその自治に絡めた問題はあー先生予想してくれないんですかというようなことで言われてしまうこともあるんですが まあ正直言いましてなかなか予想が当たらないんですねですからあんまりあの狼少年のようになんか出る出るっていうのもどうかなというところもあるんでまあもうリックはもうちょっと開き直って、えー、予想してないんですけどねただ予想していなくても診断士の受験生 大概でですね社会人の方が多いでやっぱりもちろんニュースも見る新聞読んだりあるいは、ね、ネットでも結構なんですけれどもねそうするとやっぱり新聞とかインターネットを通じていろんなニュースというものを情報として仕入れてくるでその中から、えー、判断できるという問題ですねで逆に言うとかなり正答率が高いということなんで落とすことはやっぱりまずいんですよ。 要するに診断士ってまあ60点以上ですね60点以上が合格ラインだって言われてますが要するにみんなができるところをちゃんと取ってほしいんですよねで逆に言うとみんなができないところは取る,、うん、取る必要はないということで、えー、今の問題なんていうのはまさにみんなができるところみんなができるところなんでやっぱり取ってほしいわけですね、えー、ところがですね、まあ、ちょっともう一つ、えー、次の問題なんですが第2問目なんですね これもまあ時事問題ということでこれ中国を中心にしてこれ円グラフになるんですね円グラフが2つ並べであって、まあ、第2問目ですね第2問目ということになるんですが2つ円グラフがあってこれどういう円グラフかというと、はい、でこれですね中国の貿易相手国 なんですねですから中国の貿易相手国ということで、まあ、あるいは地域ですね、まあ、ヨーロッパ EU ですね EU も入りますんでねですから国とか地域になるんですが、えー、A とか B とか、まあ、C とかですね、えー、どこの国が入るんですかということで,でこれは意外と難しいちょっと皆さん手こずったようですね特に結果から見るとなかなかちょっとこの問題は、えー、手こずってしまったかなと思います。でちょっと一旦モニター切り替えますが例年の傾向から言うと診断士の問題 今のように1問目と2問目この2つが事例まあ事,事例じゃない時事問題ですね時事問題というケースが多いようですね。状況によっては三問よてきちゃうこともあるんうですが、と、まあ三問は珍しいのかですといういますいまあ通常は1問目と2問目ということで2つ時事問題がある。で2つ時事問題があるんですけれどもどっちか1つ正解すれば。 まあ、おそらく60点以上これ超えるだろうなっていう感じですねあの両方落とすとやっぱちょっと痛い感じがします、まあ、ダメだとは思いませんけれども、えー、やっぱりどちらかは正解してほしいなという感じですねでおそらくですよ問題作る側も時事問題ってだいたい2つぐらい問題作るんですね最初の問題で2つあるんですけれども作る側の気持ちとして言えばどっちかは正解できるような問題に設定している というようよな感じで、えー、受け止められますですから、まあ、もちろん両方正解できれば一番いいんですけれども、あのーまあ、最低どちらかは正解していただきたいなという感じですね。はい、で、えー、あとそっから先がいわゆる経済理論という理論ですね経済理論が中心です。で、まあ、大体ですけれどもミクロ経済学とマクロ経済学と両方から大体半分ずつ問題が出るということですね。 でまたこれも決まってるわけじゃないんですが例年は最初の方が前半ですね前半の問題がマクロ経済で後半の問題がミクロ経済というふうに分かれてますですからマクロ経済で次がミクロ経済こういう順番だねこういう順番でだい、まあ、大,大体半々ぐらいずつで問題出るという感じなんですねですからえ次の問題第3問目以降がしばらくはマクロ経済マクロ経済の方が先なんですねマクロ経済の方が先にあります で、えー、まあちょっと移してしまいますが、えー、例えばこういう GDP にまあちょっとまあ絡むような内容なんです、ね、国民経済計算でこれもよく出ますただちょっとこれ変わった問題で少し解きにくいんだろうなという感じがします、えー、第三問目、えー、国民経済計算ということですねそれから消費まあ今度は第四問目が消費関数ということですねまあこれはちょっとうんですね特に第三問目は 意外とちょっと手こずっちゃう人が多いんだろうと思うんですけど、ちょっと少しむ難しいですね。で、第四問目はあのまあ消費関数ということで、別にこれは普通の問題です。これ過去にも大体似たような問題出ます。出てますね。で、えー、次なんですが、第五問目にで、第五問目、これは二つ設問が用意されていて、第五問目、設問一、設問二なんですね。で、ちょっとざーっと見ていただいて、このグラフ。ですね。 このグラフ、ね、大,体大体ですよちょっと形としてビジュアルでちょっとこれ画像として皆さんの記憶の中に、まあ、ざ,ざっとでいいですねちょっとなんとなくな,、まあ、なんとなくという形でもいいんですがちょっとこれ記憶しておいてくださいでちょっとカメラ切り替えちゃいますがこれを記憶してで皆さん今日お持ちかなと思いますがこちらのえ「フォーカステキスト」という方ですね、はい、でえこちらのテキストの、えー 該当ページなんですが該当ページ今ちょっと移しますがえっ、ー、とですね195199、まあ、というところなんですがちょっと一回移します195ちょっとプレゼンターの方を移しますがこういうグラフが載っています195ページまあデフレギャップって書いてますね はい、でちょっとあのもう一回令和元年ですね令和元年の本試験問題ですね第5問目なんですがちょっとこれ写しちゃいます。これですね。まあほはい,いっぺんに同時に2つ写せるといいのかなと思うんですが。 でこれとこれ実はほとんどこれ形同じなんですね同じ形ですで同じグラフなんですねでえレックのですね、まあ、弊社のそのテキストで言うと、まあ、タイトル番号で言うと7番ですかね「まあ、総需要総供給のギャップ」なんて言いますで、えー、こういうグラフなんですね、えー、簡単に補足するとこれが総供給でこっちが総需要ですよというそういう内容なんですねで、まあ、ここではまあデフレギャップって言われてますでちょっと後のページになりますが もうちょっと先のページ行って、これは過去問なんですけどね、百九十九ページ目、これは過去問になりますが、百九十九ページ目、はい、ここにもほとんどこれ同じ問題が同じ図が出ています。ですから今度はちょっとこれをイメージしていただいて、これですね、A A B B ですねで、Y イコール A、このグラフですね、百九十九ページ目です。でこれがちょっとタイトルで言うと乗数効果の基礎。 っていうタイトルなんですね、はい。で、これちょっと頭に入れていただいて。はい、えー、令和元年、まあ、第五問目ですね。設問の一、まあ、設問二ということになるわけなんですが。 でえー、第5問目ですね、えー、令和元年度、えー、令和元年の本試験問題第5問目、えー、説問1説問22つありますがベースはこのグラフがベースになりますでこれが AD の 0AD の1でこれが Y=AD イコール、AD、なんていうふうに書いてあるんですが。 でこの図をまあベースにして、問の一番なんですね相似用が AD0 から AD1 にシフトする時、乗数効果は EA 分の EB によって表されるということで、これ実は過去にも出てるんですね。EA 分の、えー、EB、ね e、ということで、これは書かなくていいですけどね。 これ分のこれで常数効果っていうのは表されるということですねで、設問の一番でいうとこの常数効果というのを小さくするものはどれですかということですねで、まずちょっとこのグラフとまあリンクさせていただきたいんですが常数効果を小さくするということですねもともと常数効果っていうのは EA 分の EB で表されるということで EA EB 分の、e、B この長さのまあ比率というかですね ea 分の eb で表されますよということなんですがこの乗数効果という効果を小さくしちゃうものは何ですかっていうことなんですね。はいでえまあちょっとページこれページちょっとまたがっちゃいますがであの実はですね EA 分の EB ということでお話をしたんですが実はグラフ分からなくてもまあ ABCD まあ4つありますけれどもね、えー、この中でどれが正解になるかというのは大体わかりますですから、えー、すいませんもう一回戻っちゃいますがグラフですねグラフの中で EA 分の EB まあこれが乗数効果なんですがそこの内容がつかめなくてもですね、えー、よく分からなくても えー、この選択肢ですねこの選択肢から「定数効果が小さくなるものはどれですか?」ということでこの4つですねこの4つありますが「ABCD」という4つの中から2つ選べばいいで回答群見ると「a ということで「AABB」ということなんでこの2つの中から1個ずつが正解になるはずなんですね。例えば A と B、まあ、どっちが正解になるか、まあ、こっちが正解なんですけど、えー、ごめんなさいこっちですね低下するということで。 限界,ががね、限界消費成功が下がる。とというこなんで、すね限界消費成功が下がる限界消費がが下ると、乗数効果っていうのは小さくなるというところのね、乗数効果は小さくなりますよというところになります。はい、で、そもそも乗数効果って何かというところもまあ大事になってくるんですが。 定数効果っていうのは,数効果っていうのは例えば政府が支出を増やすと、えー、すみませんモニター切り替えちゃいますが例えばこれからオリンピックパラリンピックの開催を控えて政府が公共投資を、まあ、急ピッチでしていき、まえー、やっていきます。 で例えば、まあ、公共事業というんですが公共事業をやるとどっかのゼネコンに事業公共事業を発注しますんでその公共事業を発注してからいろんなそこから発生してです、ね、いろんなお店とかそういったところで売り上げが増えてまたそこで働く社員の所得が増えるみたいな形でいっぺんにこう所得が増えるというのが上数効果なんですねでこの「上数効果」という効果を小さくするものはどれですかというのが今回の説問の一番ですね。説問のの一番は上数効果が小さくなるもの つまり常数効果が小さくなるということは直感的に言うと我々が普段お金をまあ日常的にお金を使うんですがあんまりお金を使わなくなっちゃう。お金を使わなくなればそのお店でのお店の売り上げが少なくなってきてそこで働く社員の所得もそんなに増えなくなっちゃいますんでね。ですからその ここに書いてある限界消費成功ということなんですがこれが下がるということなんですね。限界消費がが下がるということで、えー、あんまりお店でお金を使わなくなっちゃうんですね。そうすると上数効果ですから、まあ、A と B でいうと B の方が正解であんまりお店でお金を使わなくなっちゃいますよというね。 これ今度は,後は C と D なんですが「限界輸入成功上昇低下」まあ、答えは C の方なんですけれどもね「限界輸入成功」って何かっていったら例えば海外ヨーロッパですねあれは中国でもいいんですが海外で作ったもの海外で作ったものに対して、まあ、日本に輸入するんですね日本に輸入してきてそれをどれくらい私たちが買うかみたいなことですです。ですから「限界輸入成功」ということでちょっとモニター切り替えちゃいますが。 例えば所得が1万円増えた所得が1万円増えたことに対して海外から輸入された商品にどれくらいその1万円お金が増えた分のうちどれくらいをその海外かから輸入されたた商品にに対するる需要に向けるかみたいな例えばこのボールペン、まあ、例えばですけどね例えばこれ海外から輸入された商品輸入された商品でこれがまあまあ100円だったんですけどね、まあ、例えばこれが1,000円だと。で1,000円だとすると。 1>, で1万円お金が増えた1万円お金が増えてこれ1000円,、まあ、1,000円だとするとですね1万円お金が増えて1,000円だけ輸入海,海外から輸入された商品買っちゃいますので1万円分の1,000円ということでとですねとでそれが限界輸入成功でこれが上がるか下がるかということで例えばこれ上がるって書いてあるんですが上がると。 いいいううううここととととはどういうことかというと限界輸入成功が上がるということは例えば1万円お金が増えた1万円お金が増えたらその時にどれくらい海外から輸入されている商品を買っちゃうかということなんですがその割合が多くなる限界輸入成功が上昇するということで。ということは海外から輸入された商品をどん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 我々が買っちゃうということでそうすると景気ってに日本ですよ日本の景気ってあんまり良くならないんです。 です。海外で作ったもの、海外で作ったものを日本に輸入してきて、それをみんながどんどん買っちゃうと、日本の景気って良くならないんですよ。ですから、乗数効果が小さくなるということで、結局この B と C なんですね。はい。まあ一応そんな風になります。だと説明にはもうだい同じような内容なんですね。えー、ということで、先ほどこれは先ほどのグラフですね。この説問の二番に関して言うと、先ほど映しましたけどね、グラフ。 グラフを理解するでちょっと前のページ戻っちゃ,戻っちゃいますが要するにこのグラフなんですね。で実は特にマクロ経済をほとん、まあほとんどと言ってもいいと思うんですがマクロ経済学ってマクロ経済学ってこっちもこっちも全部直線なんですよ実際には。 ですからさすがに中学生だと意味は理解で,できないんでしょうけれどもあの意味が理解できれば計算とかグラフ自体はもう中学生の時の数学です一次関数ですから全部これほとんどがもう直線ですマークの経済はですからすべてもうほとんどと言っていいぐらいちょちょ直線で設定されちゃうので、えーまあ、グラフの操作自体はもう中学生の時の数学ですねか傾きとか切片があるということで、えー、そういう形になります。 まあ、そんなような内容が出ていました、えー、今年の本試験問題ですねで、あとは第6問目7問目8問目なんてありますけどねで、ちなみにちょっと少し問題が飛びますが第8問目なんですね第8問目まあ、これも説問に分かれるんですが相次予相供給分析なんていうことでここに IS と LM というのがあります で特にこれ LM というのはですねこれどこかで勉強された方はお分かりかなと思うんですが流動性の罠ですね第8問目でですす第問問目なんですがまあ説問の「番でですねで第8問目の説問1」は、まあ「流動性の罠」ということで実はこの LM 曲線という曲線なんですがこれが今水平になってるんですがこの部分が流動性の罠と呼ばれる部分なんですね。 で流動性の罠っていうのは、まあ、要するに利子率が加減になってますよっていうところね利子率が加減だというところになります。でこの LM 曲線っていうねこ,、まあ、この線なんですがこの線が水平になっているというところちょっと頭の中でイメージしている、まあ、IS 曲線右下がりなんですけどねでちょっとこれをイメージしたらデックのですね、えー、弊社のテキストで言うと、まあ、だいぶ、うん、後の方なんですが。 ね、293から294なんですねちょっと293ページ目あこちらのテキストですこのテキストのえフォーカステキストですねフォーカステキストの293から4にかけてということで293ページ目ですねで293ページ目流動性の罠流動性の罠確かにここに書かれてます で流動性の罠、まあ、いろいろとまあ複雑な部分もありますが一言で言うと流動性の罠というのはここに「下限の利子率」って書いてますが要するに利子率が下限になっている状態が流動性の罠と呼ばれている状態なんですね。でこの時金融政策金融緩和政策はまあ全く効果がないということになっちゃうんですがでそれをグラフで説明すると、えー、次のページ294ページ目のところでこういう形になります。ですから 二百九十四ページ目のところ、この LM 曲線が水平なんですね。ここが流動性の罠。まあ、ここでこの利子率が今下限だというこの利子率 r というのが下限なんだということですね。で、ここの右、えー、水平ですね。この水平な部分 LM 曲線が水平な部分が流動性の罠。 ということでですねでこういった内容は経済学では非常に有名ででこれが今年の本試験問題なんですが第8問目ですかね第8問目説問1なんですがやはり全く同様に流動性の罠ということで LM 曲線が水平にななっている部分なんでですねでここをベースに問題が作られているということでまあ、説問1説問2ということになっているんですね。 ただこの内容自体は直接ちょっとこの包括テキストとはですね、あのー、少しずれるところもあるんですが論点としては同じような論点になります。流動性の罠というとこはね。はい、でちょっとカメラ切り替えますが、えーまあ、この辺のところですね。で、えー、ちょっと説問の、まあ、1番ですかね説問の1番ということで。 でえー、すみませんちょっとページがまたかっちゃいますが回答軍ですね回答軍というところでで、えーまあ、解答軍なんですけどね、えー、第8問目第八問目の説問1ですね流動性の罠なんですが「いうえ」と、まあ、4つあるわけですねで例えばここに「い」のところ利子率が低下して利子率が低下するが違いますね。 先ほど言ったように流動性の罠流動性の罠っていうのは利子率が加減なんですよ利子率が加減ということはもうこれ以上下がないからこれ以上下がないから利子率はもうこれ以上下がりようがないだから利子率が低下してとか利子率が低下するがこれはもう間違いですねもうこの時点で間違いだからまああとは赤うかまあどっちかまあどっちかが正解だと、まあ、いうことになるんですねで あの,あの選択肢なんですけどねあの選択肢をちょっと読んでいきますが、えー、まずぶ、まあ、例えばですね物価が下落するで物価が下落して、まあ、利子率が低下しないまあですね利子率は低下しないんですがで利子率が下がらない利子率が下がらないこれは加減だから加減だから利子率が下がらないということは投資っていうのはこれ英語で言うとインベスメントっていうんですがあの設備投資は住宅投資のことを言っています。 ですから皆さんご結婚されていてあの住宅ローンですね組んでる方もいらっしゃるかもしれませんが住宅ローンを組んで家を建てるとかあるいは企業ですね企業がビルを建てるみたいなイメージですねでそれがこの投資なんです。でそうすると利子率が下がらないってことは利子率が下がらないということは家を建てたりビルを建てたりする 人たちがですね例えば利子率が下がらないということなんでこれは全然動きがないということです投資支出インベスメントなんですが投資のための支出は普遍である、まあ、そうですねでしたがって総需要というんですが垂直になる、まあ、実はこれが正解なんですね総需要曲線という線があるんですが、まあ、垂直になりますよで逆にですね「う」のところなんですが物価が下がると利子率は低下しないまあ、そうですねこの辺までは同じですな内容的には一緒なんですね で要するに物価が下がりますところがところが利子率は下がりません低下しない低下しないという利子率は下がらない加減だからでこっから以降ですねこっから以降が違うわけなんですが先言った利子投資支出は不変であるか増加するここで皆さんに問題を作ってるわけですねどっちですか そうすると利子率が下がらないんだから利子率が下がらないんだからインベスティメント投資ですね投資というのはどうなるんですかと利子率が下がらないんで投資がこっちは変わらないこっちは投資が増えるどっちですかもちろんそれは増えることはないということですね利子率が下がらないということは投資は変わらないだから「あ」が正解だということになるわけですね。 ですから、えー、ちょっとこっち戻っちゃいますけどこの掃除用曲線、まあ、垂直とか、まあ、右下がりというか、まあ、ここも違ってるんですけどね、まあ、垂直は正解なんですがこの掃除用曲線まあここですね右下がりとか、まあ、垂直っていうんですがここがちょっとよくわからんとよくわからんと言ってももうすでにこの時点で正語っていうのは判断できるわけですね。ですから掃除用曲線という曲線が具体的にイメージできなくてもですね具体的にイメージできなくても 利子率が下がらないんだから投資が変わらないのか利子率は下がらないんだけど投資は増えるのかどっちですかって言ったらまあ普通に考えれば利子率が下がらないんだから投資は変わらないって考えるんですね。はいまあ、一応そういでこれが第八問目第8問目ですね。でえー、ちょっと 切り替えますがあとは、えー、第9問目ですねで第9問目は難しかったですね自然失業率仮説あの

かなとまあ、出ちゃったらごめんなさい。って感じですね、えー、自然史色々つか説ですね。で、ここまでが一応マクロ経済で第10問目からがミクロ経済ということですね。第10問目からがミクロ経済という形ですね。で、第10問目ここからがミクロ経済学ということで。まあ、最初はですね。まあ、余剰の話とかっていう形で、消費者余剰とか生産者余剰っていうことなんですね。ちょっとグラフを通しますが。 えー、こここからが「ミクロ経済学」になりますで、えー「需要」と「供給」で「ミクロ」っていうのはミクロっていうのは,ミク,ロっていうのはミクロ経済というのはあの特定の商品のマーケットを考えるのがミクロみたいな感じですだ例えばネクタイとかですねベルトとかワイシャツとかそういう特定の商品を考える例えば、まあ、ネクタイで見るんですがネクタイの供給とネクタイの需要みたいな感じなですね。 そういうい特定の商品のマーケットを考えるから「ミクロ」って言われてるんですがまあ需要と供給でこの上を向いてる三角形が消費者余剰下を向いてる三角形が生産者の余剰でここがまずベースになっていてそれがえちょっと次ですかねえ各説問 ABCD ってあってまあここから回答群があるわけなんですが。 この ABCD この4つの状況で先ほど言った生産者余剰がどうなるとか消費者余剰がどうなるということでえこれねえ考える問題ですね。でもちろんですねちょっとテキストレックの、まあ、弊社のテキストをちょっとご覧になっていただきたいんですが、えー、内容で言うとですね内容で言うと88ページ目88ページ目、まあ、タイトルで消費者余剰ってありますけどね。 で88ページ目これは過去問なんですがもう同じ図ほどの同じですね需要と供給というですねで、えー、あとはですねちょっと次の90ページ目ですかねはい90ページ目ということで90ページ目はこの上を向いてる三角形これがまあ消費者余剰と言われていて、まあ、上を向いてる三角形ですね消費者余剰ですそれからちょっとページが飛んでいただいて えー、94ページ目ですかね94ページ目で、94ページ目なんですがこの下を向いている三角形ですね下向きの三角形94ページ目ですね下向きの三角形が生産者の余剰でこれが基本なんですねちょっとモニター切り替えますがまず 上向きの三角形が消費者余剰下向きの三角形が生産者余剰というところなんですね。でこの消費者余剰生産者余剰が、えー、令和元年の本試験問題ですね第10問目なんですが第10問目 ABCD ということでこの A。 b c d それぞれに応じて、まあ、どれが正しいかというとんですが例えば A のところで所得が増えてマーケットでの需要が増えたで、まあ、右にシフトしまあ、ここまで正解なんですねで所得が増えてマーケットの需要が増えて右に動く需要曲線が右に動くんでここまでは、まあうん、正解です。でそうすると生産者余掌が減るということで要するここが 正しいかかどうか大体この ABCD4、まあ、つあるんですがここの文末ですねこの文末のところが、えーまあたうん、正しいかどうかっていうところを判断させるような問題なんですねでこれはでもちょっと難しいですあの口頭でやると難しいあの理解できなくなっちゃうのかなと思うんですがあのグラフを使いながら説明していくと別にそんなに難しくないんですけどね、えーまあ、口頭でやっちゃうとちょっとわかりにくくなっちゃうかもしれませんが。 あのちなみにですねこの需要曲線が右に動く、まあ、所得が増えて重要ということは通常は価格が上がが上るんですすね値段が高くなります要するに例えばネクタイでもいいんですがネクタイを買うお客さんですねネクタイを買うお客さんの所得が増えましたでネクタイを買うお客さんの所得が増えてネクタイに対する需要が増えて需要曲線が右に動く結果どうなるかっていうと普通値段は高くなる。 値段は高くなってでしかもネクタイの取引量って増えるんですねでこういう時は普通生産者の立場で言うと余剰って増えるんです余剰ってのはまあどれくらいお金が儲かったかみたいなまあ、ラフに言うと大体そのぐらいの内容で押さえていただいても結構なんですが生産者余剰ということでつまり生産者にとってのメリットですね生産者にとってのメリットは増えるんですよ値段は高くなってしかもお客さんも増えますからね ですから生産者余剰減少するじゃなくてこれ増加するというのが正解なんですねまあ、そんな風にして他でも BCD これそれぞれの状況の変化ですね例えば技術進歩で供給が好みの変化で需要が左とかでも書いてありますがそのことで要するに余剰消費者の余剰が増えるとか生産者の余剰が減るとか消費者の余剰が増えるとかこの辺のところ特に注意をしてあ当たってるか間違ってるかを判断するみたいなことでちょっとモニター切り替えますが この問題を解く上では先ほどあのレックの,ですねその弊社のテキストもえお見せいたしましたけれどもその消費者余剰とか生産者余剰というまずは基礎が頭の中に入ってないとめですね。で逆に言うと基礎さえ頭の中に入っていれば解けるはずです。これそんなに正答率低くないはずですから。ですからあのきちんと基礎ですね基礎が頭に入っていれば解ける問題なんですね。 で次の第11問目これはこれはなんか意外と、うん、なんか変わ,変わってる問題だなっていう感じがするんですけどでもそんな難しくないですよ一見すると難しそうに見えちゃうんでしょうけど第11問目ですね、えー。この供給曲線が垂直になっちゃってるんでな,なんだこれって思っちゃうかもしれませんがそんな難しくないですけどね。で 次なんですが第12問目ですね第12問目でこれが勝者行動ということで、まあ、これが無差別曲線って書いてあります第12問目ですね令和元年第12問目なんですがちょっとこの、えー、一回ちっちゃくしてますぐーっとちっちゃくしてですか令和元年の第、えー、12問目ですねまあざざっとでいいですよこれとこれとこれこの4つのこのパターンこれちょっと頭に記憶しておいてくださいざざっとでいいです。で レックのテキストレックのテキストなんですが11ページ目ちょっと写しますこれ並びまで一緒で実はこれ過去問ですちょっと左戻っちゃいますが過去問で平成23年ですね、まあ、第16問目ですかねこれ過去問なんですでこれが令和元年これが 平成、えー、23年ですかねこ。これ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 、私何が言いたいのかっていうと、並びまで一緒なんですよ。で、これが偶然だとは思えないんですね。っていうことはどういうことかっていうと、問題作ってる先生が過去も見てるんですよ。で、しかも平成23年。平成23年の問題だったら多分皆さん、ないでしょ、手元に資料が。 ということとで多分出したんじゃなないのかなとところがレックのような予備校っていうのは平成23年でもって言うと平成13年ですかか、ね、てもうそこからずっと過去問ですから問題作ってる先生は平成23年の問題は多分皆さん受験生手元にないでしょうということで同じ問題作ってもまああまり多分まあき気付かないでしょうみたいに思ってるのかもしれませんが我々はもう見た瞬間気付くんですよね。 なんだこれ,これこれ平成23年と同じじゃんっていうまあもちろん選択肢の表現はちょっと違います選択肢の表現は違いますが設定自体がもう一緒ということはもう聞かれ要するに聞かれてる内容はほとんど同じことを聞いちゃってるのでだからこの問題第12問目ですね令和元年の第12問目ですね平成23年と同じ問題あの問題の設定がもう全部一緒になっちゃってるので解けるはずなんですねでちなみにですね。 もうこの、えー、令和元年なんですが令和元年の第12問目これ無差別曲線ですね「1えー、あ」「い」「う」「え」と4つあるんですがで何が聞かれてるかというとちょっとグーッと聞かれてるんですね A さんまあ私でも私はお酒飲まないんですけど A さんは夕食時にビールと焼酎を飲むことにしている。 A さんの高用数字を一定程度にした場合ビールを一杯余分に飲むことと引き換えに減らしてもよいと考える焼酎の量が徐々に減ること徐々に減るとことを描いたまさぶ曲線はということなんでまずビール一杯余分に飲むことと引き換えに、まあ、減らしてもいいでしょと思ってる焼酎の数量ですねこれがいわゆる限界代替率を表すんですね。で この限界代替率が要するに、徐々に減るものはどれですかということで、もちろん答えはイなんです。このパターン、このパターンが、限界代替率が徐々に減るということですね。要するに、ビール一杯余分に飲むことと、引き換えに減らしてもいいですよ。と考えている。焼酎の数量ですね。これが限界代替率のことを言っているんです。でこれがだんだん減ることを描いたものは、あって四つのパターンで、どれですかって答えはイなんですね。で まず限界代替率って言葉自体を理解しないといけないんですがはいここですね。限界代替率ということで、えー、レックのテキストですね、まあ、弊社のテキストなんですが8ページ目8ページ目ですね。で8ページ目で、まあ、まさかレックのテキスト見て作ったとは思わないんですが私ビールとウイスキーにしちゃってるんですけどねこれがビールと焼酎になってるんですよ。 令和元年の問題はでわ、まあ、私はビールとウイスキーにしてるんですがでビールとウイスキーということでビールを3杯じゃなくて4杯ですよつまりビールを1杯余分に飲むわけですねその代わりと言っちゃ何なんですけどその代わりこ、まあ、今回ウイスキーにしてるんですがウイスキーを4杯から2杯にマイナス2杯ですね2杯注文減らすわけですそうすると私の効用これ満足なんですが私の満足が100で変わらないということですねでこれを限界代替率 MRS と言ってるわけですでこの限界代替率は要するに 交換比率って言ってて言るわけですね要するにどういうことかというと交換比率ということでビールを1杯3杯から4杯に1杯増やしてその代わりウイスキーの方は杯杯杯から2杯に2杯減らに減すすわけですねこの交換の比率が限界代替率と呼ばれていてグラフで言うと接線の傾きこれ私の無差別曲線で接線を引いてこう傾きを作るつまりこれが限界代替率なんですね。 つまり横が X でこれビールということですがビールを1杯おかわりしてその代わりウイスキーは2杯減らしますよというウイスキーの注文2杯減らすということですね。でちょっと右のページですね9ページ目になるんですが9ページ目のグラフに移っていただいてこの限界代替率が横の X これビールだと思っていただいて横の X が0から1234567ど,どん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 増えてくるとこの接線の傾きが54321みたいなこう下がってくるんですね。 でこのパターンにはまるのはどれかといったらもちろんこれは無差別曲線がこういういいカーブを描いてる時ですですから今回の本試験問題ですねこの令和元年の12問目令和元年度の第12問目なんですがこのパターンをあなたたちは理解してますかって聞いてるわけです問題作った先生がですからこういう無差別曲線の時はこの限界代替率は54321みたいな形でこの接線を引いたこの傾きなんですがこれがどん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 下がってきますよって言ってるわけですね。 ですから、ちょっとも、えー、今年の問題なんですが、はい、この令和元年の第12問目ですね、この限界代替率が徐々に減る54321と、どんどん減るものはどれですかと、このパターンです。ビールとウイスキー、まあ、今回焼酎ですけどね、接線を引いた傾きがどんどん下がりますよって言ってです、ねはいでえー、あとはですね、 あとは第13問目ですね、まあ、これも解けるかなと思いますで第14問目生産関数なんですけどね、まあ、これも多分いけるかなと思いますであのちなみにこの辺の第14問目ですかね、えー、ちょっとやっぱり一応映しますが第14問目これは生産関数と呼ばれていてただちょっとこれ私に質問しないでもらいたいんですがこれなんでこんなことやってるのかちょっと全く理解に苦しむって感じなんですが。 これ生産関数なんですが普通はありえないんですけどこれ右に下がってるんですよね右に下がることは普通ありえないですですから皆さんまあ,あの先生なんでこれ生産関数これ生総生産物曲線と言われてるんですがこれ生産関数と言われてるんでね関数としてはでその生産関数生産関数って言うんですが普通はこの B 点ですねこれが一番上なんですがこっからこういう S, S 字カーブの大体大体こうアルファベットの S なんだよね生産関数って S 字カーブなんですよ これが右に下がるって言うのは、これは私の理解では普通はありえない状況なんですが、まあ、問題出ちゃってるんでま仕方ないんですけどね。ただ、一応これが生産関数ということで、令和元年第14問目なんですね。こういう問題が出ているということですね。で、これもえレックのテキストの中には入っています。こういうパターンまあ、ちょっと右下がりはないんですけれども、s 字カーブの生産関数という内容は入ってますね。 はいでえー、あとはですね、第15問目、まあ、これはちょっと当連とかではやったんですけどね、まあ、ちょっと難しかったかなと思います。だと、えー、このパターンも好きですね、診断士の問題、第16問目なんですが、第16問目ということで、AC、AVC、MC、もうこのパターン大好きですね、診断士は。で、えー、これももちろん、レックのテキストの中には、えー、掲載されています、えー、一応参考までに、えー、ここですね。 まあどこでもいいですが8十そうですね1ページ目ちょっと移しますが81ページ目ですねレッグのテキストだとちょっと大きくしますが ACAVCMC ですね81ページ目で今年の本試験問題ですね今年の本試験問題で A C A V C M C も全く同じ図です。で、これに関してまあ損益分岐点とか創業停止点っていうまあそういう内容なんですけどね。 はい、ただちょっと聞かれてる内容は少し高度な内容が聞かれてますあの単純にはなかなか正解できないんでちょっと解説していくと時間なくなっちゃうんであれなんですがんなかなか高度な内容が聞かれているんでちょっとこれは正解するのが少し難しいのかなっていう感じがします問題の設定は基本基本的な設定なんですが聞かれてる内容がちょっと難しいなという感じがしましたねで、えー、あとは第そうですね17問目、えー、ですねで これただこれ最近も出てるんで似たような論点で出ているんであのこの共有資源ということで第17問目ですね令和元年で。で共有資源海洋資源なんかの共有資源ということで例えば、ま、あのマグロみたいな魚ですね。まあ、別に何,何でもいい別にマグロでなくてもいいんですが。で基本的に本来はこれもともと海にいる生物でただで取れるただで取れるんだけれども。 たくさん一人の人がたくさん取っちゃうと他の人が取れなくなっちゃうんですよ。ですから競合性があるということです。要するに他の人が取れなくなっちゃいますよって競合しちゃうんです。だからマグロでもいいですね。ねあるいはまあ川の魚でもいいんでしょうかね。例えば、えー、うちの近所にまあ近くに川が流れてるんですけどね。あの季節によってはアユなんかも取れるんですが、例えば、えー、アユですね。えー、アユという魚がいて、えー、まあそれもですね。 まあ、競合するということでこの共有資源というのは競合性があるんですね競合性がありますよっていうことになります。で排他性のない排他性というのはあんた出ててっていうことがないんです排他がないわけですね。 要するにあんんた出てってそななことは言われないだからマグロとかあるいはアユでも川魚だったらアユでもいいんですがアユは本来はこれ自由にとっていいと魚ですね共有資源として自由に取れるということで「あんた出てって」なんてことは言われないということなんで、まあ、C は正解なんですけどねまあ逆に言うと D は罰内容がちょっと逆になっちゃうんで、まあ、D はの方は罰なんですね。 あと A と B なんですが共有資源の消費例えばマグロとかあるいは川魚でいうとアユですねアユなんかをどんどんたくさん取って、まあ、食べちゃうのかもしれませんがこの消費に関して、えー、無償の許可要するただでいいですよと自由にお取りくださいってやっちゃうと共有資源の消費の効率化につながるかそれともこの B ですね B のところは、えー、有償ということでお金払ってくださいと例えばマグロとか。 アユですねアを取るときにお金払ってください優勝ですね優勝だったら取っていいですよっていう方が要するにここが違うんです A と B の選択肢だと A と B は無償の方が効率化につながるのか優勝の方が効率化につながるのかということでどっちですかというこれも常識的に考えていただいてマグロとかあるいはアユですねアユをタダで取っていいですよというのと取る時にお金を払ってくださいねというのはどっちが効率的ですかと。 もちろん優勝の方が効率的なんです。なぜかというと、ただで取っていいなんて言われちゃうと、特定の人間がどん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 取って、他の人が取れなくなっちゃう可能性がありますから、こういうのは共有資源の効率的な配分とは言わないんですよ。ですから消費の効率化とは言わないんです。ですから特定の人が勝手にただ,だ無償にしてしまうとですね、ただだただなんだということになっちゃうと、特定の人間ばっかりどん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 取っちゃって、他の人が取れなくなっちゃいますから。 それはやっぱりある程度お金をまず払っていただくということが必要になりますね。優勝の方がいいんだということですね。はいまあ、そんなような内容が出ていました。はいまあ、17問目ですね。第17問目になりますで。あとは18問目ですね。貿易の話なんですね。これはちょっと実はこの包括テキストには入っていないということでも,もうちょっと実はレックで言うとあのもうあの別のですね。まあ もうちょっと先の講座で扱う内容になっているんですけどね。だと第19問目20問目21問目ということでちょっと最後あたりは特に20問目はですねこれはもう絶対無理だろうなという感じです、えー、もう全然解けないです第20問目ですねコブダグラス型の生産完成なんでこれはもう誰も解けない第20問目なんですね。ただこれは私思ったんですけどね問題を作った先生が今年ちょっと簡単すぎたかなと。 ですからちょっと簡単簡単すぎちゃったんで最後の方に得点調整しないといけないので最後のところに少し難しい問題入れて解けないようにこれ第20問目ちょっと移しますが第20問目なんてこれ絶対解けないですこぶたグラス型。これものすごい難しい数学ですものすごい難しい数学の知識は理系だったらまあ解けちゃうのかもしれませんが普通多分文系の人が多いでしょうから文系の人はまず解けないですこれ。 理系の人でもでしかも経済の知識ないと解けないのでこれも完全に罰なんですね。で意外と21問目っていうのは、まあ、これはあの解ける人もいるのかなっていうところもあります。でまあまあねあとえー、ちょっと前に戻っちゃいますが19問目ですね、えー、1つ前に戻ってしまいますが。 第19問目ということで、えー、これモラルハザード情報の非対称性のモラルハザードっていうところでねでモラルハザードっていうことなんですがこれもともとは保険会社で使われていた言葉なんですね保険会社で使われていた言葉で保保険険に加加入入すするとと者のモラルが下が下っちゃいますよといまよう内容なんで,すでこの内容なんですがレックのテキストですね、まあ、弊社のテキストで言うと。 158ページ目ですねちょっと写しますが158ページ目ここに出ているですね「モラルハザード」ということで道徳的なな危険んんて訳すんですね自動車保険に加入するとモラルが下がっちゃいますよただ最近なんか煽り運転なんてもうよく聞かれちゃいますけどねモラルの低下ということで、まあ、片付けられないかもしれませんけどね、えーまあ、そういう話です。 でそうするともともとはですねもともとモラルハザードっていうのは保険に加入するとモラ加入者のモラルが下がっちゃいますよでその状況に該当するのはこの大,大事9番ね ABCD この4つの中でどれですかということなんですね。 例えば A ですね A のところなんですが、えー、雇用主が従業員の働き具合を監視できないため従業員は真面目に働かないもうダメですねこういう人は従業員で真面目に働かないモラルが低いですねなんていうことそうすると A はやっぱ正解なんですね誰もで、うん、監,視監視してないんですねもう働き具合を監視してないことをいいことにですね働き具合を監視してないことをいいことに従業員が、うんまあ、働かないって、まあ、これはモラルの低下と。 で,まあ、B なんですけどねで失業給付を増加させることは失業者に重要従業員の所得低下のリスクを減らすことでもらえるハザードを減らす効果を持つこれは逆なんですね。失業給付を増やすってことなんですが失業給付をすごくどん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 増やしちゃうとこれ逆なんですよ。だって失業給付もらえるんだからもうたっぷり。 たっぷり失業給付をもらえるんで失業給付を増加ですね失業給付を増加ということはたっぷりお金をもらえる失業給付をもらえるんだから働かなくたっていいじゃんなんていうことでみんなそんなことに思っちゃったらやっぱこれはもうモラルの低下だと言えるわけですから失業給付を増やすということはモラルハザードをむしろ減らすじゃなくて増やしてしまう効果を持つわけですねだから A が正解で B は罰 ここの時点でどこまでどま切れるかというと、いう A は正解なんですね。A は正解で、B は×ということになればもうこれで「イ」が正解という形になっちゃうんですけどね、まあ、もしここまでが確実に理解できればですよ A と B、まあ、この2つなんですがまず A は絶対正解 A は絶対正解なんで A ですね。 B は絶対間違いだということであれば B, が削っちゃ B を切っちゃえばもうこの時点で E が正解だって確定しちゃうんですが C のところでこれも私初めて見た事例なんですけど食堂で調理の過程を常に見せる、まあ、確かにそういうお店はありますよね中に。で食堂で調理の過程を客に見せることは料理人が手を,手を抜くリスクを減らすことを通じてもらえるハザードを減らす。 うんまあまあ、まあ、そう言われりゃそうかみたいな感じになっちゃうんですが、まあ、確かに料理を作ってる、まあ、過程ですねプロセスをお客様に見せるということは手を抜く料理人は手を抜くことができないんでモラルが下がることを防ぐんですよとモラルハザードを減らすということでまあ確かにそなかなと思いますやっぱり A と C の組み合わせで「E が正解だということなんですがちなみに D なんですが D のところで退職金の上乗せによって早期退職の促進というものがあるんですがこれで 優秀な従業員の方が先に辞めちゃうで、これはモラルハザードではなくて逆選択と呼ばれてるんですよ逆選択というのは要するに会社の意図と逆のものを選んでる退職金の上乗せで早期退職者を募集するんですがこれ本当は会社で会社の方はですよ会社の方としては怠け者の従業員ですね普段からあんまり働かない戦力にならないそういう従業員に辞めてほしいんです はっきり言っちゃえばところが逆なんです優秀な社員の方が辞め出ちゃうんですねで、これ完全に会社の意図と逆になっちゃうんですよですからこれはモラルハザードではなくて逆選択って呼ばれている状況なんですねですからこれは内容が違うとモラルハザードの内容になってないんですねそもそも説明にならないですこれだと逆選択の説明になっちゃいますね ということで、まあ、こんなふうな内容はちょっとまあ駆け足でしたけどねざっと今年の本試験問題を見ながらあと、えー、まあレックですね弊社のテキストをまあ少し重ねてお話をしてきたんですがあのちょっと最後に5分ぐらいですねでおしまいにしたいと思うんですがまず皆さんこれを持っているということは、まあ、少なくとも新書を受けようと。 受けたい受けようっていう気持ちはあるはずなんですよねでもちろんそれはあのいいと思いますでそもそも私最初に自己紹介した方が良かったかもしれませんが私あのこんなことで偉そうにしゃべってますが別の資格はある,あるんですけどね、まあ、資格試験には受かってるんですが、まあ、私は、まあ、はっきり言ったら税理士試験ですねそっちらは受かってるんですよ。 ただ税理士ではないんですね。税理士って言ったらダメです。あの怒られちゃいます。怒られる人がダメなんですけどね。あの実務経験がないもんで、ずっと私レックで先生やってるんで実務経験ないからその税理士って名乗,名乗ることはできないんですが、まあ資格はあの合格はしてますんで。えー 診断士も受,け受けたいな,なんちょっとこうそういう気持ちが芽生えることもあるんですけど、ね、まあ受けるかもしれませんけどね、まあ、皆さんもこれを持っているということは診断士を受けようと思っているのかなと思いますでやっぱりそれはすごく、うん、いいことなんだろうと思います持ってない私が言うのもどうかという気持ちもあるんですがやっぱり診断士っていうのはいい資格なんだろうと思いますただやっぱりなかなかハードルは高いですね少なくとも低くはないで経済学経済政策は絶対やっちゃいけないのは独学なんですよ っていうのは今今回 60,、まあ 60, 分ですね、60分の解説を聞いておそらくですよこれを買っただけでほとんどまだ中身もまだ全然中も読んでないしでなんかよくわからないっていう人は多分今の説明聞いただけだとわからないと思います正直言っちゃうとちょっと高坂先生がさっきから何言ってよくわからない当たり前ですだって知識に入ってないんだから。 逆に、まあ、ど,どっかでも勉強してきたなんて人も、まあ、中にはいるかもしれませんがやってる人はのそんな先生簡単じゃんと。で今日冒頭でお話をしたように今年ですね令和元年度の合格者数が3241名、まあ、かなり受かってますよね。かかなり受かってますということはおそらく。 かなりの人たちは今年の本試験問題経済学も含めて特に、えー、まあ他の全般そうなんでしょうけれどもそんなに難しくないでもっと言うと多分簡単な部類に入ってるんだろうと思います要するに今年の経済学あるいはそれ以外の科目も含めて全般的にそうだったんでしょうけれども特に経済学経済政策は今年の問題は決して難しくないもちろん難しい問題ありますよ中には難しい問題あるんですが決してそんな60点取るのが難しいなんては思わない でも、独学でやってる人はものすごく難しく感じるはずなんですよ。で、独学っていうのは絶対に遠回りになります。それも断言できる。あのレックはこのテキストを使ってベーシック講座っていうのをやるんですが、ベーシック講座っていうのは全6回ですね。6回の授業でこれ終わるんですよ。 この本をまあお買い求めいただくもちろんそれはそれで結構ですただこれを独学でうーんと,んとなんでやってたらとってもじゃないですけど多分何ヶ月これ一冊理解するのに何ヶ月もかかるあるいは何ヶ月かけても理解できない経済学ってそういう科目です独学に一番向いてないですから ですから経済学経済政策は例えば大学生の時先生俺経済学部で全然分かんなかったよもちろんそういう方もいらっしゃると思います実際にはあれは小学部ですね小学部で先生俺経済は一番実は苦手なんだよねなんて思ってる人いるかもしれませんがいいんですけあ苦手でもなんでも、ね。とりあえずしっかりと予備校で予備校に通って授業を受ければ普通は問題解けるように 特にここ数年先ほど冒頭でもお話をしたようにここ数年はレベルが安定してますので、ね、ですから予備校を使って勉強すれば大体60点以上取れるようなレベル設定にしてくれてますのでね独学は絶対にこれは向かない科目だというふうに認識しておいていただきたい授業を聞けば授業を聞けば普通に取れる問題ですね。 あの繰りりり返しにななまますすが解けない問題ありますよコブダグラス型の先ほどのコブダグラス型の生産がらこんな絶対もう理,系理系の人でも無理だろうななんていう、えーまあ、そういう問題もありますからねもちろんで絶対100点は取らせないですからあの楽に100点なんか取らせちゃうとあの試験自体の,その価値が下がっちゃいますんでですからみんな100点ですよなんていう試験だとあんまりなんか受けてもって感じになっちゃうんであの100点は取らせないです。 ででですすすからももちろんん難ししいいい問題はありますよでもそれは皆さん無視していいんです60点以上で合格点ですからですから60点以上を取るとということですねでしかもそれは60点以上を取るというのは皆さん特に独学なんかでやるとあの過去問からやっちゃう人がいるんですね。で特に経済学は絶対それだダメなんですけどもたまたま過去問やったら64点でしたなんていう人いるかもしれませんがそれは偶然ですからね。偶然で喜んじゃダメなんですよ。 独学でやってたりすると偶然で喜ぶんでたまたま64でオシャダメですダメです全然ダメですけど偶然ではなくて何回やったって60点台あるいは70点台取れる実力が必要なんですねでそのためにはやっぱりしっかりとテキストを勉強してグラフを頭に入れる私皆さんに、ね、今日何回かグラフですねまあこのレクのテキストの問題もそうなんですが、えー、図もそうですけどグラフをお見せしたかと思います。 診断士の問題は特にここ数年そうなんですが計算ってほとんど出ないです。ゼロというわけでもないんですがほとんど計算出ない。計算ではなくてグラフなんですよ。ですからグラフをちゃんと理解できるかどうかで60点以上取れるかどうかは決まっちゃいます。 ですからそれはしっかりと講義を聞くというところからスタートしないといけないので、えー、もしまあ皆さんですね、まあ、いつごの受験を考えてるかすらまあ個人個人によって違うんでしょうけれども、ねまあ、将来診断書を受けるということでもう意思を固めている方はしっかりと勉強していただいて独、えー、学ではなく、まあ、しっかりとこのテキストを使ってまあ予備校ですね、まあ、もちろん、うん ち私ですからマ、ねまあ、レックで教えてますんでマ、ねまあ、レックが一番いいとは思ってますけどねとにかく独学ではなくてしっかりと予備校を使いながら学習を進めていただいて。 でまあ、もし来年という言い方をしますけどね来年受けるのであればしっかりとそこでやっぱり結果を出していただきたいなと思いますんでね「あの急がば回れ」なんていう言葉もありますけれどもあの決して独学で攻略しようとせずに予備校を使っていただいてちゃんとテキストを理解するということが実は一番の近道だったりしますので、えー、そういう方向でこれから、えー、先を考えていただければと思います。 とということで、まあ、今回ですね、まあ、1時間ということで、まあ、ちょっと短い時間ではありましたけれども、えー、令和元年の本試験問題使いながら、えー、あとはレックですね、まあ、弊社のテキストを使いながら、えー、今年はこんな問題が出てましたよということのまあ紹介が中心になりましたけれどもね、えー、もし復習できる実力があるも力があるという方はもうどんどん復習していただいて学習の方を進めていただければと思います。はい、ということで今回は時間になりましたので、えー、今日の講義はここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした